ツコーボー、目玉焼きは塩と醤油みーたんです。今日は私たちの好きな仮面ライダーの主題歌を紹介していきたいと思います。それでは早速みんなに聞いていきましょう。じゃあくーちゃんの一番好きな曲は何ですか？うん、好きな曲、そうやな、まあ、いろいろあるけど、うん、まあ、やっぱり投票でも1位に選ばれた仮面ライダーエグゼイドの三浦大知さんのエキサイトですね。わかるよ。いいよな、あれめっちゃいいんです。ね、あの好きな理由としては、うん、こう仮面ライダーってさ、かっこよさとかこう溢れる疾走感みたいな、うん、あるやんか。それがすごい曲に現れてて、聴いてて、うん、うわ自分が仮面ライダーだったんかなみたいな気持ちになれるところが、うん、すごいいいなと思います。ね、ね、本当にわかります。えい、みっちゃんの好きな曲は何ですか？あ、めっちゃ迷うんですよ。めっちゃ迷ってて、2曲あって、うん、めっちゃ迷ってて、1つは、エキサイト。はいはいはい。三浦大知さんのね、カメラでエグゼイドの主題歌、うん、エキサイト。うん、もうこれは、うん、もうめちゃめちゃいい。うん、いやもうすでにいろんなメンバーが言ってるかもしれないんですけど、うん、もうエキサイトは、うん、もうまず三浦大知さんの、あのダンスもかっこいいし、うん、あとね、歌もかっこいいし、それがエグゼイドと、うん、こうマッチした時にもう最高なんですよね。わかる。これはね、うん、譲れないですね、エキサイトは。でもそれと同じぐらい好きだなっていう曲が、うん、大黒摩季さんのね、はい、エニシンコーズです。あー、わかる。もうこれはね、カメラでオーズの主題歌なんですけど、うん、めっちゃいいね、めちゃめちゃいい。あのカラオケに行って歌うんですけど、うん、その時に名シーンとともに曲ね流してくれるんですよ、カラオケの人たちが。もうそれが良くて、本編で流れてる時に変身って入るんですよね。もうそこみっちゃんいつもカラオケで言っちゃいます。はい、じゃあリオナの仮面ライダーの主題歌で好きな曲は何でしょうか？もうめちゃめちゃ悩んで、めちゃめちゃ悩んだんですけど、一個に絞れなかったので二つ言いたいと思います。一つ目は仮面ライダーガイムの主題歌、ガイムの風さんのジャストリブモア、うん、もうめちゃめちゃ良くて、うん、湘南の風さんがこうガイムの風さんとしてやってるっていうところもなんかいいなと思うし、なんかね、歌詞もいいんですよね。そう、しかも歌ってて楽しいっていうのと、あともう一つは仮面ライダーファイズの主題歌、イッサさんのジャスティファイズ、もうこれもめちゃめちゃ良くて、もうなんか聴いてるだけで、うん、はぁーってなる。なんかな、いいよな、うん、いいよな。もうしかも他にもね、いっぱいいっぱい好きな曲あるんですけど、今回はこの2つで選びました。はい、はい、ということで今日はみんなに好きな仮面ライダーの主題歌について聞いていきました。皆さんはどの仮面ライダーの主題歌が好きですか？ぜひコメントで教えてください。次の動画もお楽しみに。評価、チャンネル登録、その他のチャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。